技術を向上するよりも大事です。こんにちは、堀田大輝です。今回はうまくならない人がやってしまっている特徴6個を紹介して、改善方法や工夫する点を解説していきたいと思います。非常に重要な話をしていきます。もっともっと上達していきたい人はぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。1つ目、できたら満足ドリブル。これはドリブル練習以外にも言えることですが、例えばドリブルを例に出すと、こういう風に形上はできているけど改善するべき箇所がまだまだあるのに、これでいいや、できたことに満足してしまっている人がいます。そこで満足していてはそれ以上上達するのは難しいです。練習で完璧にできて初めて試合で使うことができます。自分が練習している風景をムービーで撮影して、自分で分析して、時には人にアドバイスを求めて、もっとこうしようというところがなくなるくらい極めてください。そして一つのスキルを完璧にできるようになったら、次は新しい技にチャレンジです。これも同じで、一つのスキルだけ極めてめちゃめちゃ上手にできるけれど、他のスキルが全くできないという人も見かけます。バスケットは筋肉と一緒で、同じ刺激ばかり与えてしまうと進歩しません。常にレベルアップしていきましょう。2つ目、積み重ね練習をしない。僕自身コーチとしてよく指導することなのですが、1回の練習の中にもドリブルの練習があったり、シュートの練習があったり、様々なことを練習しますよね。その中でさっきの練習で意識していたこと、教わったことが次の練習では忘れてしまっているということが本当によくあります。例えば今からドリブルの練習をします。強く早くつくことを意識して一生懸命練習したとします。次にレイアップの練習です。レイアップに行く最中のドリブルは強く早くつけているでしょうか。せっかく一つのスキルをマスターしても、もうそのスキルのことは忘れて次のスキルを練習というふうに、一つ練習したら一つ抜けて押していくのは非常にもったいないです。練習は一つ一つをピラミッドのように積み重ね、その積み重ねで少しずつ上達していきます。練習中自分の番が回ってくる前にたくさん考える時間はあると思います。その時間にただぼーっと見るのではなく、頭で一回整理して練習するように心がけましょう。それを行うだけでライバルとの差は何倍もつくようになります。3つ目、ハードワークをしない。失敗をしたら恥ずかしいなという思いから、失敗をしないようにできる範囲での練習をしている人がいます。例えばフロントテンジだと、このように幅が狭く視線もボールで、改善できる点はまだまだあるけれど、失敗したら恥ずかしいからできることだけをやっているという状態です。本来であればもっと幅を広げ、視線も姿勢も変えて、ボールも強くついてというふうに練習していくのがベストです。本当に何がダメなのかわからないという場合は、これから知っていけば OK です。問題なのは改善点が分かっているのに、あえて失敗しないように自分の実力内で練習している場合です。失敗したら恥ずかしいという気持ちはすごくわかるし、私も中学生の頃はそうでした。でもたくさんの人を指導させていただくようになってから、やはり成長する人は誰よりも失敗しています。必ず自分の実力以上のハードワークを行い、失敗を繰り返して成長しています。つい最近60歳を超えてからバスケットを始めた人のシュート指導をさせていただいたのですが、何度も何度も失敗を繰り返しながら練習を続けて、ついにスリーポイントシュートが入るようになりました。失敗を恐れずにどんどん挑戦していきましょう。4つ目、適当フリースロー。よく練習の節目にフリースローを打ってから休憩という場面があると思います。僕も指導するときにはよく入れています。ここで今までの練習で疲れているし、早く休憩したいと思って適当に打つ人がいます。だめだめ、早く休憩したいわ。あ、打った休憩やん、ほら、あ、早く休憩。うまい。
休憩の前にフリースローを打つのにはきちんと意味があって、疲れて息も整っていなくて喉も渇いている、そんな状況だからこそフリースローの練習を入れています。試合の状況を考えてみてください。全く疲れていない状況で打つことはほぼありません。必ず疲れた状態でフリースローを打ちますよね。さらに緊張感もプラスされます。プロの練習になると外したら次の練習には入れてもらえないということもあります。練習だからと適当に打ったり、また外れたと外すのが当たり前になっている人はいませんか？試合だけ集中、試合だけ決めるというのは不可能です。練習中から緊張感を持って、疲れた状況でもしっかり自分のシュートルーティーンを確認し決めきるようにしましょう。5つ目、思考停止。練習中、試合中、日常、全ての状況で言えることなのですが、なぜこんな練習をするのか、なぜこんな指導をされたのか、なぜ試合に出られないのか考えていますか？何も考えずに与えられたメニューをこなし、指導されたからその通りにし、出してもらえなくても落ち込むだけ。これではなかなか上達しません。常に思考をストップさせず、時には疑いながら過ごしてみてください。もし今試合に出られなくても、ただただ練習を頑張るのではなく、このチームでの自分の役割は何か、自分に何が足りないのか考えて考えて、それを補う練習をしましょう。もし分からなければコーチに何をしたら出られるのか聞いてもいいと思います。スポーツは競争の世界。今のチームで活躍できれば、次のステップへの道が開けるかもしれません。体を使うスポーツでは忘れがちですが、思考をフル回転させましょう。6つ目、シュートを固める前に遠くから打ちがち。遠くからシュートが届きませんというご相談をいただくことがとても多いのですが、もしも遠くからのシュートが届かないのであれば、打たないでください。今自分がきちんとしたシュートフォームで打って、届くギリギリのところを探します。そこで余裕で入れられるようになったら、半歩後ろに下がってみる。このように少しずつ後ろに下がっていきます。たとえ遠くから入ったとしても、シュートフォームが乱れているのでは試合に生かすことはできません。上手な選手ほどシュートフォームの大切さを知っています。プロの選手でも、もうプロになれるぐらいめちゃくちゃ上手なのに、毎回シュート練習はゴール下から始めています。シュートフォームを大切にしているから、毎回ゴール下の簡単なシュートからシュートフォームのチェックをして修正しているんです。今基礎をおろそかにして、もしもシュートフォームが乱れた状態で定着してしまったら、焦る気持ちをぐっと抑えて着実に少しずつ進んでいきましょう。はい、いかがだったでしょうか。今回は練習をしてもしてもなかなか上手くならない人の特徴を6個紹介しました。僕が指導させていただいている中で、スキルアップ以上に大事なことをまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。またねー。